はい、皆さんこんにちは。今日は福岡県の西鉄福岡天神駅に来ています。今日はこの西鉄の福岡天神から出る急行列車を特集したいんですが、とある急行列車1日1本限定なんですが、あることが原因でせっかく普通列車を追い抜いたのに普通列車に追いつかれて、なおかつ追い抜かれてしまうっていう急行があるんですって。ということで今日はなんと普通列車を追い抜いたのに追いつかれて、なおかつ抜かれてしまうという西鉄の急行列車をお届けしたいと思います。では今回もよろしくお願いします。西鉄の運賃表を見てみると、西鉄っていうのはこの福岡天神っていうところから二日市、ここで太宰府線に分かれて、さらに筑紫とか久留米とかを回って、有名な観光地柳川、最後は大牟田まで向かう列車で、大牟田と、この天神では JR とは接続しないんですが、この福岡の天神っていうところを結んでいる線となっています。この西鉄、実は大牟田まで JR で行くと途中で佐賀県経由するんですが、ギリギリっていうところは結構あるんですけど、実は福岡県しか走っていない路線となっています。ではね、早速改札の方入っていきたいと思います。福岡駅、この LED の表示で次の列車が紹介されるんですが、これが結構面白くて、なんかまるでフリップみたいなようにくる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 回って列車の表示が上に更新されるっていうのは結構面白いですよね。こういうのあんまり見たことがないので、西鉄独特の、ものなのかなと思うんですが、今ね、日本でフリップの列車って結構消えていたりするんで、そういうのが戻ってきてなんか面白いです。ということでね、改札の方を入ってきました。西鉄はこの駅がスタートってことになっていますので、ターミナルの構造で3つホームが用意をされています。で、今回乗車をしていくのがこの一番乗り場っていうところから出ていく9時15分発の急行太宰府行きです。この太宰府行きの急行っていうのはあることが原因で普通列車に追いつかれて追い抜かれてしまいます。でもこの接続案内っていうところを見ると、大橋と春日丸で普通列車に接続ってことなんで、明らかに普通は追い抜きますよね。これをね、よく覚えていただいて、今から急行の太宰府行きに乗っていきます。まず一つ覚えておいていただきたいのが、普通筑紫行きっていうのが9時4分にこの福岡天神を出発していきます。これなかなか不思議ですよね。大橋で後の急行が先に発車します、春日丸で後の急行が発車しますってことで、2つの駅で急行に抜かれるよっていうことで、急行の方を見てみると、花畑行きが9時8分、太宰府行きが9時15分ということで、2つの急行があるんですよね。で、この2つの急行っていうのが普通電車に接続ってことで接続できるよってことになっていますので、要はこの筑紫行きを追い抜く、こういった構図にまずなっています。はい、ということで乗っていく列車、急行太宰府行きです。3500型っていうのかな、列車になっていて5両編成ということみたいです。これ幕なんですね。なんか今最近珍しいなってことなんですが、ステンレスで幕型の列車で、これ左側を見ると、なんか普通の3扉の列車になっています。で、ちょっと今これ福岡駅見てちょっと面白いんですが、これ右手側、これ三宮とかにあるホームドアですよね、ロープ式の。でもなんかホームの一番手前にしかないということで、どうやら今このホームドアの試験をね、行っているということみたいです。で、奥のね、右手側のところには今赤色の列車が来たんですが、これなんか特急列車のなんか代わりということで、今西鉄で一番新しい列車だったりするんですけど、でも普通のね、筑紫行きって書いてあるように、どうもなんか常にね、特急で使われているってことではないみたいです。で、5両編成の完結の編成、急行太宰府行きです。車内は、こういった形でですね、クロスシートという形になっていますので、転換クロスか、結構快適そうですよね。さすが施設、九州の一番ね、有名な施設ってことなんですけれども、ではね、早速下に乗っていきたいと思います。では9時15分定刻で急行太宰府行きは西鉄福岡駅を出発しました。実はこの福岡駅、なんと百貨店の三越の中にあります。ですから外から見ると、今出てきたようにまるでビルから飛び出したように見えたりする、かなり面白いスポットとなっています。さあ、
わずか1分で最初の停車駅役員に到着をしました。この役員は地下鉄の七隈線と乗り換えができます。天神南にも七隈線ありますが、実は七隈線乗りたい場合は天神よりも役員で乗り換えた方が近かったりします。ではここで3000型改めて車内をご紹介していきたいと思います。頭の部分が独立した青色の転換クロスシートが車内には並んでいます。この座席実は JR 九州の813系の車内と似てたりします。扉なんですが、扉は銀色で関東の列車とかなり似ていますよね。なんかドアチャイムね、3点チャイムが流れてきそうです。ただディスプレイを含めた車内表示の案内表示っていうのは特についていません。2009年製、そんなに古くないんで何かあってもいいですよねと思うと、こんな形でなんと通路の上、貫通扉かなの上のところにフルカラーのディスプレイがありました。画面はちょっとねなんか荒いんですが、行き先とか停車駅っていうのを案内しています。ちなみに扉の反対側、千鳥式に何かあるかなと思ったんですが、表示器はどちらにもありませんでした。この列車はこの先、大橋、春日原、下郡、二日市、五条に止まって終点の太宰府を目指します。さあ役員に続いて大橋駅に到着をします。大橋駅左側に普通列車が止まっていて、ここの大橋で追い抜きます。この都会側に止まっている普通はこの列車より4分早い9時11分に福岡を出発した大善寺行きの普通列車です。今反対側に特急列車が入ってきました。西鉄は特急急行普通と3つの種別があるんですが、この大橋駅2017年まで特急停車駅ではありませんでした。でも西鉄福岡役員に続いて3つ目に利用客が多い駅っていうこともあって、2017年に特急停車駅に格上げされました。さてこの列車急行ですが、かなり速い速度で走っています。特急急行のね2番目なんですが、速いですよね。かなり躍動感があります。じゃあ実際にどれぐらいの速度かっていうのをここで速度計を見てみたいんですけれども、ちょうど左側のところ運転台の方を見てみると、なんか120キロに見えますが110キロで走っていました。西鉄は最高速度は110キロとなっているので、急行でも110キロ出します。ただ速すぎてしまったのかなっていうところで、前との間隔が詰まってしまいまして、結果的に途中でかなりの減速を強いられちゃいました。これねちょっとなんか辛いですよね。ということで新しく高架ができそうな部分のところでかなりの減速をしています。さあ続いての停車駅、春日原駅に到着です。この春日原駅も左側には普通列車が止まっていて、この普通列車って普通筑紫行きとなっています。これはさっきご紹介した9時4分に福岡天神を出た普通列車になってるんですね。ですからこの春日原で急行は左側の普通列車の筑紫行きを追い抜きます。この追い抜くはかなりポイントなのでぜひ覚えていてほしいんですが、左側の普通列車筑紫行きと接続を取ります。はい、でこのように今火油行列車太宰府行きは春日原で左側の普通列車を追い抜きました。ちゃんと抜き去っています。その後普通列車とは関係ありませんが、春日原の次で下郡という駅にも止まっていきます。この下郡と先ほどの春日原は特急は停車をしないので急行だけが停車をする駅となっています。この駅もね一つ止まって次の二日市を目指していきます。さあ間もなく二日市というところで、今天神大牟田線走っていますが左側に連れていくんですね。あれっていうことですよね。この列車本線走るんじゃないのかなって思うんですが、なぜか左の方に列車が分岐をしていっています。右手側にね今福岡駅の列車が発車をしているので、普通なんか違いますよね。でこの目の前の駅が二日市駅となっていて、右手側にまた普通列車が登場しました。どうやらこの二日市でも普通列車との接続が取れるということになっています。で今目の前に見えていますように、この二日市駅ホームが両方ついているんですね。これもまた結構珍しいですよね。なんか名鉄名古屋みたいな、なんか変な感じがします。ではここで一旦外に出てこの状況を確かめてみます。はい、ということで現在時刻の方が9時33分、2
日市駅に到着をしました。今二日市に到着したよってことで、まず普通列車に接続をしました。あ、これだったらさっきの下郡じゃないですね、春日丸と同じですよね。で、今運転士さんがなんと降りてこられたんですね。で、降りてなんか反対側の方に向かわれようとしております。え、急行列車、まあそもそも逆ですよね。本当でしたらこの筑紫行きを先に通すんじゃなくて、こっちがね先にね出発していってもいいわけじゃないですか。でも赤信号なんですよね。まずこれがそもそも謎ですよね。で、この列車よく見てみると、ライト、先ほどまで白いライト点灯したんですが、これ赤色のライトになっちゃってますよね。これまさかのこれ方向転換ですかって話になるわけですが、ではその話をしていきたいと思います。で、ちょうど左側見ていただくと、なんとライトが点灯しました。え、これどういうことなんだって話ですよね。はい、実はこの列車は急行太宰府行きということで、この二日市から方向を転換して左側の方、左からそして右に入っていく太宰府線っていう列車に直通をする列車です。まあ、太宰府といえば太宰府天満宮で有名な場所だと思うんですが、そんな列車は1日数本用意されていて、なんとこの二日市駅でスイッチバックをします。で、そのための時間が必要となっていて、それで左側を見るとなんとですね、列車が入ってきました。普通列車が入ってきたんですね。で、この列車っていうのは今回皆さんにご紹介をしました、先ほど春日丸で追い抜いた列車がまさかのですね、こちらに入ってきちゃったんですね。ということで普通列車に追いつかれたという形になっています。で、これで追いつかれて、本当でしたら38秒発なんで、これ抜かれるはずなんですが、ちょっとね遅れているので、こっちが先に出ちゃうかもしれません。さすがに出ちゃうと困るので、この太宰府行きのところに乗って左側を見てみたいと思うんですが、普通列車の今笛が吹かれて扉が閉まりました。急行の扉はまだ閉まっていません。ですから普通列車が先に出ちゃうんですね。ということで、今ねまだ二日市に止まってる状況で普通が先に行ったよってことなので、なんと9時4分発1回春日丸で抜いたはずの普通列車に抜かれてしまいました。ではこの列車、方向転換だよって話をしたんですが、その後どうなるのかって話なんですが、さっき左側から走ってきた線路を今度は右手側にそれていきます。左側が福岡方面で、今走ってるのは太宰府線です。太宰府線は単線になっているので、さっきまでね120キロで走っている区間だったんですが、もう単線、かなりのローカル線みたいな雰囲気になりましたよね。福岡から来て二日市で折り返すと、まるで違う異世界に入る。これめちゃめちゃ面白いですよね。その後太宰府線の最初の停車駅、五条駅に止まります。この五条もまたね、両方に扉というかホームがついている駅っていう不思議なところなんですが、っていうかなんか二日市から続いてかなり面白いですよね。まあ、ただこの太宰府線は単線になっているので、この五条で行き違いができるようになっていて、右手側には二日市行きの普通列車が止まっていました。さあ、そんなねローカル線の旅を楽しみながら、このローカル線のところでは60キロぐらいは出してましたが、あんまりやっぱり速度は出ていませんでした。いよいよ終点の太宰府駅に到着をします。この太宰府駅もやっぱり両側にホームがあるんですね。太宰府って太宰府天満宮が近いよっていうことで、時期によってはかなり多くの方がいらっしゃるよっていうことで、それも踏まえて乗降分離っていうのが考慮されて、ホームが両方についているよっていうことになっていますが、終点太宰府到着です。はい、ということで9時45分に太宰府天満宮でおなじみの太宰府駅にこの急行は到着をしました。この後この列車は筑紫行きと書かれていますように、どうやら二日市止まりではなくって、またですね天神大牟田線に直通して筑紫、多分車庫があると思うんですが、の方に向かっていくんだと思われます。で、この太宰府駅はやっぱり太宰府天満宮で有名だよねっていうこともありますので、駅の雰囲気が明らかに神社なんですよね。これもなんか神社風ですね。駅名橋っていうところも太宰府って書かれているんですが、かなり古風で筆で書かれたようなイメージとなっています。駅の中っていうのもこんな感じでですね、布が垂れ下がっていて、ライトっていうのもなんか灯籠風なんですよね。本当明らかに太宰府天満宮をイメージしているのではないかなと思われます。
それで太宰府駅の改札の方を出てくると、やっぱり駅もかなりすごいですよね。太宰府天満宮をイメージしたものになっています。はい、ということで今回は9時15分発のあることが原因で普通に抜かれてしまう急行列車っていうのをご紹介しましたが、あることっていうのは太宰府線に直通するよっていうことで、二日市駅で方向転換を行うために抜かれちゃったっていうのが答えになっています。今回の福岡から太宰府に行く列車1日数本ありますが、普通列車に抜かれるっていうのは多分9時15分発だけなんじゃないのかなと思われます。まあ、実際に抜かれるって言ったところを皆さんにご紹介しましたが、ダイヤの関係で本当にね、列車の中からしか抜かれる様子を見えなかったりってことはあるんですが、それでもやっぱり急行列車ですもんね。あれだけ早かった急行列車がまさかの普通列車に抜かれてしまうっていう衝撃的な光景っていうのを見ることができました。逆に太宰府から福岡に行く列車っていうのは基本的になくって、それもあったとしても普通列車だけですから、急行列車として福岡の方に行く列車はありません。ですから今回ご紹介した急行っていうのが片道限定の列車っていうのがわかるかと思います。皆さんもね、よかったらこの太宰府に来られる際は普通列車に抜かれてしまう急行列車乗られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画はこちらで終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。